トレンドニュースの高まりです。米女子プロゴルフツアーのアジアの最終戦のブルーベイ LPGA の3日目が終了し、前日の10位から出た古江彩佳選手が5バーディー3ボギーの70で回り、通算7アンダーの9位タイにつけました。今季出場4試合でトップ10が3回、そして今大会も首位との5打差を追って最終日のチャージを狙います。優勝は12アンダーで3人がひしめき合っているんで、ちょっと難しいかと思いますが、最悪ベスト10入りはしてほしいところですね。やはり優勝は3日目の天王山が鍵のようですね。どこかのコメントで、実際に古江彩佳選手と西村優菜選手を見たことのある人が、本当に小柄でこれでよく海外でやっていけるなぁなんて感心していました。後に続く女子選手の励みにもなりますよね。西郷真央選手は14位から出て5バーディー2ボギー1ダブルボギーの71で5アンダー12位タイ。西村優菜選手は20位から出て4バーディー1ボギー2ダブルボギーの73とスコアを落とし、1アンダー35位タイにいます。ここで一般の方のコメントの紹介です。3選手お疲れ様でした。3日間終わってみればやっぱり古江選手の強さが際立つ1日でした。3度のバウンスバックは素晴らしく、押村区は15番以降のバーディーチャンスを一度も生かせなかったこと。さすがに首位と5打差で優勝争いは厳しいが、メンタル的には先週ほど張り詰めてないようで、むしろ余裕さえ感じます。明日はビッグスコアで5位内を目指してほしいと思います。西郷選手、西村選手もより上位を目指しがっつりポイント稼ぎましょう。以上コメントの紹介でした。古江彩佳選手が初優勝したスコティッシュオープンの最終日は4打差を逆転した上に2位に3打差をつけました。そんな期待を持ちながら最終日を見ましょう。ということで今回の配信を終わらせていただきます。最後までご視聴ありがとうございます。感謝です。また次の動画でお会いしましょう。楽しみにしています。